東京横浜に続く関東3位の都市はどこだ。首都圏第3都市を決める動画を始めます。川崎市、埼玉市、千葉市、相模原市の争いです。東京特別区分965万247人、横浜市375万7630人。東京が圧倒的な1位であり、横浜市も首都圏ナンバー2なのはあまりの迷惑と言える。しかし第3位はどこなのか。人口ならば川崎市だが、埼玉市も大宮の集積性も疑いたいものがある。その埼玉とのライバル関係を考えると、千葉市も人口以上の強さがあるかもしれない。相模原市は政令市だから、この戦いに巻き込まれた形になって申し訳ない。相模原を差し置いて宇都宮をさすがに呼ぶわけにはいかなかった。人口だけではわからない主要なデータの直接比較してこその都市力論より証拠。10試合連続で対戦を進めていきます。関東の都市ランキングをつける。1試合目、果樹地面積の千葉、金融保険業、不動産物品業、卸売従業員数の埼玉、建築床面積、農林漁業の川崎。開幕戦は埼玉市が勝利。第1試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。2試合目、農業産出額、卸売従業員数、小売売場面積で埼玉、製造業従業員数で川崎。埼玉連勝です。第2試合終了時点の順位、埼玉市が好調スタートとなっています。3試合目、小売売場面積、農業産出額を埼玉、建築工事費、製造品出荷額、人口を川崎、ゴミの少なさを相模原。埼玉、川崎が1位を分け合いました。千葉が1点届きません。第3試合終了時点の順位です。埼玉が怒涛の3連勝となっています。4試合目、農業畜産は千葉、経常収支率は相模原、卸売業事業所数、建設業売上を埼玉、建築工事費、飲食店数を川崎。埼玉と千葉が1位で並びました。第4試合終了時点の順位、埼玉市が4連勝、川崎と千葉が競る展開になっています。5試合目、学術研究、歯科診療所数、1万人あたりの交通事故の少なさ、宿泊飲食業を川崎、経常収支率を相模原、卸売事業所数を埼玉。川崎は快勝、埼玉の連勝がストップです。第5試合終了時点の順位、川崎が埼玉との差を詰めてきました。6試合目、小売事業所数、農業公衆、財政将来負担率を埼玉、建物火災の少なさ、経常収支率を相模原、製造業原材料使用額を川崎。埼玉が再び1位の道へ、そして2位には千葉に並んで相模原が初の勝ち点です。第6試合終了時点の順位、千葉が勝ち点で川崎に追いつきました。7試合目、推薦人口比、製造業原材料使用額、財政力指数を川崎、小売店数、建設業売上を埼玉、農業畜産を千葉。川崎がすかさず1位を取り返しました。第7試合終了時点の順位、まだ大きな差とはなっていない埼玉、川崎、千葉の争い。8試合目、製造業荒付加価値額、人口密度、飲食店数、果樹地人口密度、農林漁業売上を川崎、卸売業年間商品販売額を埼玉。川崎市が連勝です。8試合目終了時点、埼玉と川崎の差が急接近しています。9試合目、地方税、製造業現金給与総額を川崎、金融保険業、薬剤指数、労働実演庁を埼玉。埼玉が川崎に競り勝ちました。第9試合終了時点の順位、次の最終戦で優勝が決まります。最終戦、運輸郵便業は相模原、ゴミのリサイクル率は千葉、製造業事業所数と製造品出荷額は川崎、労働実演庁と卸売業年間商品販売額は埼玉。
最終戦も大接戦のギリギリのところを埼玉が勝利です。10試合を終えた最終結果が出ました。埼玉市が勝ち点25、川崎市が勝ち点21、千葉市が勝ち点16、相模原市が勝ち点2、埼玉市が川崎市に何度も勝つ形で優勝、関東3位は埼玉市と実証されました。川崎市もわずかに届かず関東4位となります。千葉市は人口割って関東5位。このように最強戦は千葉は埼玉に負けましたが、副将の船橋は川口に勝利していますので、中堅クラスの層も厚いので県としてはまた違うものになると思います。相模原は仕方ないとはいえ、かろうじて一度目立っただけに終わりました。そして関東6位とも言えないのは、船橋、川口、八王子には楽勝だったものの、宇都宮には惨敗した結果があるためです。概要欄の動画参照してください。今回の動画の結果、関東のベスト5までが確定しました。相模原は東京都試験の6位は堅いですが、関東全域となると宇都宮の席か、それともという形になりそう。また関東6位対決をやってみたいと思っています。確定した関東ベスト5、1位東京都東京特別区分、2位神奈川県横浜市、3位埼玉県埼玉市、4位神奈川県川崎市、5位千葉県千葉市。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。リクエストがあればよろしくお願いします。